私はいいよ。プール京都府大会で金賞を受賞した。それだけではない、代表として関西大会への出場も決まったのだ。お願いします。こういうのは初めてなので何と言っていいのかわからないのですが、皆さんおめでとうございます。ありがとうございました。それに恥じないようにさらに中瀬子さんや田中さんは強豪校にも劣らない。皆さん行き渡りましたか？今日帰ったらご家族にきちんと話しておいてください。その前の15と16が休みっていうのは全関西大会出場おめでとうございます。コングラチュレーション。ありがとうございました。みんなも忙しいのに。もうこういう時は景気のいいこと言って。はい、行くよ。北宇治ファイトを通して香織先輩や優子先輩の思いを知り、おはよう。おはよう。今日はお前も一緒なんだ。あ、いいよいいよ、座って続けて。はい。誰だろう。新任のコーチなのに興味なし？あ、そうやって出て行った人が戻ってきたいって言ったらやっぱり嫌なものなんでしょうか？はい。は汚くなっています。あくまで大きく美しくです。はい。他には何かありますか？そうだね、全体的にちょっと遠慮がちでおとなしい印象がある。わかった。はい。では今のところもう一度行きます。私たちは今日たった今から代表です。関西大会とは？はい。 L からのフォルテッシモ、音が濁らないようにしてください。はい。に入りますが、そのクミコちゃんはお盆休みどこか行ったりするんですか？ううん、特にないけど。本当ですか？このくらいの水着を。あら、あ、香織先輩。あなたたちも来てたのね。二人？葉月ちゃんとみどりちゃんも一緒です。先輩、どなたですか？えぇ、ー、え、あ、スカ先輩、どうしたんです、こんなところで。私だってプールくらい来るわよ。今日くらいしか休みないからね。他にもたくさん来てるよ。やばい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 。なんか文句ある？いちいち英語とか気にしなくていいの？ここ日本なんだ。先に突っ込んだのあんたでしょ。2泊3日の合宿が始まった。移り、ほら、トランペットのソロの子みたいに。でも表現力が足りない。それが彼らとの決定的な差だ。北宇治はどんな音楽を作りたいか、この合宿ではそこに取り組んでほしい。私も水部やめようかって結構悩んだんだけど、その時応援してくれたのが香織先輩だったわけ。